こんにちは、ゆうです。バーズドアのおさんです。あ、倒れてた。はい、今日お尋ねの方おはようございます。あ、動画、おし、ちょ、全然撮ってくれへんの。よし、はい、どこまで言ったっけ。はい、今日久しぶりにね、動画になってるんですけども、滑舌が整ってへんの。はい、今日はね、無課金闇属性縛りのサブサバカ長老の方やっていきたいと思います。長老ね、実はね、その大罪竜と影の勇者ガチャ引いてなくて、はい、んで、まあ、ガチャもちょっとね、僕欲しいキャラがいて、レアガチャ大罪竜と影の勇者でパンダウーマが欲しくて、はいはい、かわいいのと、あと闇属性なのと、あとなんかそのファイナルファンタジーの世界みたいな感じの、なんかクリスタルディフェンダーかな、どっちかというと。そっち系のね、なんかキャラも欲しいんで、ちょっとね、一旦ね、これ無料引いて、あとクエスト10人もね、もうまとめてやっちゃおうと思います。はい。で、これで、パンダマンが出たら、どうしようかな。グレイクエスト、よし。ラポック欲しかったよね。この闇属性におけるもう HP タンクっていうのがね、マジでもういなくて、僕はほんまこれピンポイントで闇属性引けたんでかいぞ。で、これあれ、スレイン降臨の、星6確定ガチャ、これをね、多分ね、これでパンダマン出たら、僕はこの動画はパンダマン使ってみた動画になります。なりませんでした。はい、それではね、クエスト10に挑戦していきたいと思うんで、パーティーご紹介します。はい、ミスった。パーティー紹介しましょうって、このパーティー画面に映ったら、挑戦するまで押してしまいました。はい。これで、改めてご紹介します。はい。リーダー、キルアゾルディ、ゾルディ、キルアですね。はい、キルア。キルアにスキルチェーン2つ、リーダーチェーン体制。んで、はい、俺の勝ちじゃなくて、口の中にルーレット、カイト武器つけております。はい。で、こちらがアブソリュートタルタロスですね。聴覚性超浮遊、超浮遊で、上限解放、ジョイラ武器。はい。で、2体目の、タルタロスに聴覚性浮遊、上限解放、グレモリーじゃなくて、それは次に紹介するキャラ、ドフラミンゴ武器でございます。はい。で、こちらがね、覚醒無効がね、どうやら飛んでくるということで、はい。グレモリーね、もう素手に覚醒無効できるキャラがグレモリーと、あと、ニース隊長だったんで、ニース隊長めっちゃ2日に倒してるんで、ちょっと今日はお休みいただいて、はい。今回のグレモリーをね、秘書につけています。はい。で、聴覚性がスキルブーストプラスプラスプラスにスキルチェーン2つ。で、100体モンスロード、ウルトラマンベリアルの武器でございます。で、こちらがハーデスドラゴンですね。ハーデスドラゴンに聴覚性回復 LG。で、聴覚スキルブーストプラスプラスプラスにアマージュ武器ですね。アマージュ、アマコツミどっち。で、これがルシファー。イケメンコンビのルシファーですね。はい。ここにスキルチェーン使ったらよかったんですけど、もう外すのめんどくさいんで、はい。で、アシストが、もっとやり合おうぜ。ガンホークラブの、ルドラやったかな?ルドラ武器ですね。はい。で、バチが HP プラスです。はい。ちょっとミスりました。はい。はい。負けました。それでは、今度こそリベンジ果たしたいと思うんで、セイコン!あ、ごめんなさい。押せてねえかった。よしよしよし。15時じゃなくて、150分の1か。150分の1の喜びやったっけ ?151 じゃなかったっけ乗っちゃったっけ、俺そこら辺ちょっとあんま覚えてないんですけど。これルシファーにね、遅延振ってきたかったな。はい。俺の勝ち。はい。で、ハルスダゴン使って。でね、ここね、ジョイラから使って、さっきね、ちょっと間違ったんですよね、使う順番。んで、もっとやり合おうぜ。を使いまして、んってありえるって言ったら。で、こっから天野社のコード使ったんやね。よしよしよし。んで、やで。指伸びてるからね、ここ。指伸びたかて大したパズルできひんねんけどね。よしよし。OK, OK, 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 OK. で、
闇と光があれやね、こんばんは全部そう、はいはい言うのやめろもん。オッケー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 。で2フロアで、あんたです、あんたです。もうほんまね、早うガチャ引きたいんすわ、もうこれクリアして。でいい実験になる使いましょうか。で振りやすくして、いやもうここで一発いっとくか。確かやね、ややこしかったんすよねこいつ。クリア、初クリアじゃなくて、あのさっさとぶっ飛ばさんと。で、これでしょ、これでしょ、はい。30時ですわ、はいはいはい。30時ですわ。しかも、キルアの目覚めで。めちゃくちゃ目覚めております。はい、オッケー。よしよしよし。で、ハーデスダゴンが来ましたと。はい。ありがとうございます。非常に助かりますね。これグレモリー使って、グレモリースキル前やんね。あ、スキル前やけどあれか。んーで、ちょ待って、ここでちょっと耐えると、ちょっと耐えよう。はいはい、もしかして倒しちゃう。あ、いや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 、それは聞いてない。よしよしよし、よかったよかったよかった。綺麗な花ほど。で、激減があるんで、はいはい。指は伸びてないんか。指伸びてなかったらあれやな。これ使っちゃおうか。よしよし。んーで。はい。あー、やばい。あー、でも十軸魔法が残るか。それはそれで、ありやけど、どっかもういいで。倒しちゃった。あと5ターン。消せない来るんすよね。消せないが来るから、毒はまだ目覚めてると。はいはい。はい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 。ちょっとここ耐えたいから、オッケー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 、よしよしよし、オッケーオッケー。ダーティーホース、はいはい。3ターン貯めようか。3ターン、こんな感じでどうですかね。よしよしよし、はい、ダーティーホース、はいはい。これはありがたいね、ほんまに。ありがたいんかようわからんけどね。まあこれも、いや、どうしよう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 。疾風陣雷はね、置いときたいんですよね、ここ確実に突破するために。ちょっと HP、 ね、ちょっとこれ結構心もとないんですけど、はい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 、よし、オッケー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 。であと板ね、あと板あるから、はいはい、ちょ待って、どうしようどうしようどうしよう、はいはいはい、これでいいかも。よし。よし。よし。ここから次決めに行こう。よしよし。ウォーターベンジリング。オッケー。で、疾風陣雷で。闇、来て。オッケーオッケーオッケー。来た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 。踏んで。
無効貫通で光も無効貫通いこうか。こうかこうか、よし。いやギリギリいかへんか。まめや怒ってき、怒りっと、怒りっと悪夢の再来ね。はい、よし。で、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、え、ある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 、運ゲーにも程があるけど、はいはい、もう光はええか、しんどいわ。回復エルジ組んだ方がよかったね。なんか光の向こう貫通組むより、その方がハーデスドラゴンの、よし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 、そういうことや、そういうことや。でこれ確か消せないされてくるんで、向こう感はなかったかな。よかったよかった。闇消せないとかちょっといかれてるんよね、こんなアカウントからしたら。よし、でハーデスドラゴンを使いまして、んで、こっから軽減ループできると、OK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 。んでですな、はいはい。んで、なんか、あ、いいこと考えた。あ、無理、ごめん。あ、でも枝豆作れたから、枝豆作れたから、枝豆栽培には成功した。よしよし。ちょっと待って、ないんやけど次。あ、ルーレット、いやーこれは、ちょっと待って、はい、いや、ちょっと、はい、あ、ちょっと待って、はい、あ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 、耐えて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 、オッケーオッケー、おー、よかった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 。じゃあもうこれもうキリないんで、どうせ多分やられるんで、よし、オッケー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 。んーでやで、んーでやで、はい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 、はいはい、あ、すいません、すいません、はいはい。いや、もうこれで、これでもう許して。よし。いやー、マジで。お、優しい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 。これもう、ちょっと何秒、3.5秒。無理はしないスタイル。あっしゃーよし、購入歴ミラハイブ60個でございます。はい、60個でガチャ引いていきます。はい。レアガチャ、滞在竜と鍵の勇者ガチャでございますね。はい。何やったっけね、あ、そうそう、アムリネアをね、あ、全然言えてへんね。アムリネア、と、パンダマンと、まあ、そこら辺が欲しいんかな。まあ、もう、だいぶね、時間も経っちゃったんで、ちょっと、おいた、あ、ただ、いらってたと、イヤホン。5連続、ちょっととりあえず行ってみたいと思います。結構、報酬もね、これに関してはまあ、美味しいんでね、本当に。ダイヤダイヤダイヤ、おお、ナイス、3ダイヤ。あー、フンヌのフンヌ、あ、でも2体、え、2体、あ、あ、ちょっとマジで用事ないね、これ、ほんまに。卵ばっかり。はい、ちょっとね、強いと言われてるね、電撃文庫やったっけ、ちょっと僕あんまり知らないんですけど、ちょっとやっぱパンダマンはね、僕可愛いもの好きなんで欲しいんで、もう5回いっちゃいます。はい、
これでラスト、ラスト全部ダイヤ出そうか。お、また3ダイヤ来たんちゃう。これユークスも袋可愛いしいいけどね、ちょっとね、僕50え そっち来るか。なるほどなるほど。いやーちょっとこれじゃ終われんね、終われんね、終われんね、終わらんで、まだだ、まだだ、まだ終わらんよ、あと2回ある、あと2回ある、まだね、石はね僕回収できるんで、はい。あれ、あかんかった。あれでアグリゲートで終わっといた方が、ちょっとまたレイシリウス出てるし。じゃあラスト、ほんまに、バチバチに気合い入れていきますわ。はい。はい。これダイヤ出ますわ。バチバチに気合い入ってるんで。よし。いやー、ちょ、マジであかんわ、ほんま。それじゃあ結果見ていきましょう。はい。入手順ですね。枝豆、ね、フンヌの枝豆、あ、ごめんなさい、フンヌ。いや僕も知ってるんですけど、フンヌの卵に関しては、まあ良かったかなと。闇属性芝居に関しては、はい、持ってなかったんで、はい。で、あと、ね、この子が2体出たのが、まあ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 、ええかなと。最悪も HP もりもりでいけるからね、はい。謎にね、僕使いこなせないんですけど、アグリゲート出ましたね。はい。もし、長老のアカウントと、親友かなんかの方は、はい、アグリゲート固定しておきますんで、はい、よろしければお声掛けください。はい、はい、それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に、なんて締めとったかな、忘れたな、もう。はい、はい、もしね、電撃文庫、無料のね、ダンジョン降臨キャラが結構強いらしいんで、結構余裕持ってね、余裕こいて、魔法石全突破しちゃったんですけど、はい、皆さんのガチャはどちらを引きますかというのもコメントで教えてくださると嬉しいです。あと感想も教えてくださると嬉しいです。それではね、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。なんやこれ。バイバイ。